はい、皆さんこんにちは。報道機関の皆さんにおかれましては大変お忙しい中お集まりをいただきましてありがとうございます。本日の会見は、お配りしております資材書の通り、発表事項が2件、それから報告事項が2件でございます。はじめに2月25日に召集します令和4年第1回日向市議会定例会に提出する議案の概要について説明をいたします。第1回定例会においては報告4件、人事案件3件、条例17件、事件決議5件、令和3年度補正予算5件、令和4年度当初予算14件の合計48件を提案することとしております。資料1の1、記者会見説明資料の1ページをご覧ください。まず条例についてです。条例については17件を提案する予定ですが、主なものにつきまして説明をいたします。1番の日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、昨年度末から相次いで発覚した職員の不祥事に対する私と副市長の監督責任を重く受け止め、私につきましては、3月分として支給する給与月額の100分の30を、副市長については同給料月額の100分の10を自主的に減額することについて所要の改正を行うものであります。次に6番の日向市支所設置条例の一部を改正する条例については、施設の老朽化に伴う太島支所の移転により、支所の1および所管区域が変更になることから所要の改正を行うものです。なお新たな細島支所についてはイオン日向店敷地内にある既存の建物に移転することとしております。次に8番の日向市犯罪被害者等支援条例については、犯罪被害者等が受けた被害の軽減および被害からの回復に向けた総合支援体制を構築することについて新たに制定するものであります。新たな条例では犯罪被害者等への支援が迅速かつ円滑に行われることを目的に、市役所内に総合相談窓口を設置するほか、経済的負担の軽減を目的とした支援金の支給を行う等について規定をしています。次に10番の日向市消防団条例の一部を改正する条例については、消防団員数が減少していることや災害が多発化激甚化する中、消防団員の負担が増加していること等を踏まえ、これまでの年額報酬とは別に災害等の出動ごとに出動報酬を支給することについて所要の改正を行うものであります。最後に15番の日向市営住宅の設置および管理に関する条例等の一部を改正する条例についてです。市営住宅等の入居に際し必要となる家賃等の保証については、これまでは連帯保証人2人の確保を入居の前提としていましたが、保証人の確保が困難な事態が生じていたことから、連帯保証人2人を1人に変更し、家賃債務保証業者等による保証も認めることについて所要の改正を行うものであります。次に事件決議についてです。
事件決議については5件を提案する予定ですが、主なものについて説明をいたします。まず1番の広瀬宇都木辺地にかかる総合整備計画の変更については、当該辺地において新たに福瀬大橋架け替え事業を実施することから、辺地にかかる公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、計画の変更について議会の議決を求めるものであります。次に2番の損害賠償額の決定については、令和3年9月8日に国道327号の日向市総合福祉センター前において発生した人的損害及び物件損害について損害賠償の額を決定するにあたり、地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものです。最後に3番の権利の放棄及びこれに伴う和解については、日向生花地方卸売場市場株式会社の特別清算を行うことに伴い、損失保証契約に基づく損失保証債権のうち弁済額を控除した額の債権放棄及び和解について、地方自治法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。次に予算関連について説明をします。令和3年度一般会計補正予算第10号をはじめとする令和3年度一般会計補正予算専決4件、令和3年度一般会計補正予算第14号を含む令和3年度3月補正予算5件及び令和4年度当初予算14件の計23件です。まず専決予算についてです。資料 1-2 令和3年度補正予算概要説明書の1ページから4ページを一括して説明をいたします。令和3年度12月21日専決予算から2月14日専決予算までの4件については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による飲食店等を対象とした営業時間短縮要請に伴う協力金をはじめ、市独自の事業者等への給付金や国の補正に伴う非課税世帯等への給付金などを計上したものであり、早急に対策を講じる必要があったことから専決処分をしたものであります。詳細については資料をご参照ください。続いて令和3年度3月補正予算について説明をいたします。資料5ページをご覧ください。補正額は一般会計が14億5768万5000円の増額、特別会計が3億3915万5000円の増額です。本補正については、長期化する新型コロナウイルス感染症対策事業を中心に計上したものであります。説明資料が変わります。資料 1-3、新型コロナウイルス感染症経済対策等についてをご覧ください。まず本市の経済対策等の考え方について説明をいたします。1ページをご覧ください。1、市民の命と健康を守る。2、市民の暮らしを支える。3、市民が笑顔で暮らせる元気な街を取り戻す。この3点を基本姿勢として4つに分類した施策を展開しているところであります。次に2ページをご覧ください。3月補正予算のうち
経済対策に関する内容について説明をします。今回は国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を財源に総額2億7734万円を補正予算に計上し、感染拡大の防止策や地元の雇用維持と事業者支援など各種の施策を提案するものであります。内訳としては、感染拡大の防止策として2999万円、地元の雇用維持と事業者支援として1億5788万円、将来を見据えた取り組みとして8946万円を計上しています。なお、今回を含む令和3年度経済対策等の全体像については、参考までに3ページに内容を記載していますので、後ほどご覧ください。次に主な事業について説明をします。まず4ページをご覧ください。コロナに負けるな元気クーポンの販売についてです。コロナ禍が長期化する中、飲食店をはじめ関連事業者、宿泊、サービス業などさまざまな分野において大きな打撃を受けている状況があります。そのため、ウィズコロナやアフターコロナを見据え、地域経済の活性化を図ることを目的として、第4弾となるクーポン券を発行するものです。クーポン券は500円券を13枚つづりにした5000円分を1セットとし、4万セットを発行することとしています。販売開始時期については5月下旬を予定しています。次に5ページの商工業団体組合等消費喚起事業です。地域経済の活性化を図るため、商工業団体が出資する集客イベントや割引キャンペーン、セミナー等の経費の一部を助成するほか、道の駅等が行う購入品の送料無料キャンペーンの経費を支援するものであります。団体等の募集開始については、5月中旬以降を予定をしています。次に6ページ左側です。アフターコロナを見据えた対策として、市内の登録宿泊施設や飲食店、タクシー、道の駅等で利用できる宿泊者向けのクーポン券を発行するものです。クーポン券は1000円券を3枚つづりにした3000円分を1セットとし、1万セットを発行することとしています。同じく6ページ右側です。ギガスクール構想の推進を図り、個に応じた学びを実現するため、小中学校における ICT 環境の整備を推進します。校内ネットワーク環境等の充実を図るほか、デジタルドリルを導入し、児童生徒の理解度や習熟度に応じた学習支援を行うものであります。経済対策等の主な事業については以上です。引き続き3月補正予算のうち、その他の事業を説明をします。説明資料が戻ります。資料 1-2、令和3年度補正予算概要説明書の10ページをご覧ください。まず、農林水産業費の合板製材生産性強化対策交付金事業については、県補助を活用し、木材の生産性の向上等の体質強化を図るため、施設整備を行う事業者に対して助成を行うものです。次に、土木費のうち、奥良浜総合公園整備事業については、昨年、野球場改修事業のためにいただいた寄付金5億円を
令和4年度以降の事業費に活用するため、公共施設整備等資金積立基金に積み立てを行うものです。次に各特別会計については、本年度の実績未行に基づく見込みに基づく事業費等を補正するものです。最後に上下水道事業会計については、国の補正に伴い日向市浄化センター水処理施設改築事業の事業費の増額および継続費の補正を行うものです。以上が3月補正予算の主な事業の説明となりますが、事業の詳細については資料に掲載していますので、後ほどご覧ください。続きまして、令和4年度当初予算について説明をします。説明資料が変わります。資料 1-4、令和4年度当初予算概要説明書の1ページをご覧ください。コロナ禍の状況が予断を許さない中、令和4年度当初予算では、感染拡大防止と市民生活の回復を最優先に、アフターコロナも見据えた新たな取り組みも展開しながら、本市のまちづくりの将来像である海、山、人がつながり、笑顔で暮らせる元気な町の実現に向けて、第2次日向市総合計画後期基本計画および第2期日向市総合戦略の各施策を推進していきます。特に重点戦略として位置づける若者と女性に選ばれる日向未来づくり戦略の取り組みとして、未来へつなげる人づくり、活力を生み出すにぎわいづくり、笑顔で暮らせる地域共生の社会づくり、および自然豊かで快適な強いまちづくりの4つの戦略を中心に予算配分をしたところです。また、新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種をはじめ、感染拡大防止対策や経済対策などを計上したところであり、3月補正予算と合わせた一体的な予算としてスピード感を持って取り組んでいきたいと考えております。それでは予算規模について説明をします。一般会計の予算額は298億9000万円となり、前年度当初予算との比較では額にして2000万円、率にして 0.1% の増となったところです。また、一般会計を除く会計については、特別会計が142億8140万円、2.1% の増、水道事業会計が19億3520万9000円、ふるさとを愛し、地域や産業を担い、町の力を生み出す人づくり戦略を最優先に掲げて、重点プロジェクトに取り組みます。まず、未来を支える日向子育成プロジェクトとして、琴島小学校の改築に合わせ、令和4年4月から琴島公民館の機能を移転し、小学校と公民館の複合施設として、琴島地区における世代間の交流や生涯学習の拠点づくりを進めます。また、令和5年4月からの学校給食費の公開計に向けて、学校給食費管理システムの導入など必要な準備に着手します。次に7ページをご覧ください。安心して海育てるみんなで子育てプロジェクトとして、ヘルシースタート事業において、妊娠期から子育て期にわたるライフステージごとに切れ目のない支援や環境づくりに取り組むとともに、日向地域子育て支援センターの建て替えに対する支援を行うほか、放課後児童クラブ事業において
民設民営の1クラブを新たに委託し、計12クラブを設置運営をします。また児童虐待防止対策支援事業において、子ども虐待対応専門員を新たに配置し、健康管理センター内に子ども家庭総合支援拠点施設を整備します。次に8ページをご覧ください。ふるさとを愛する心豊かな人づくりプロジェクトとして、若者の結婚を後押しするため、新居の購入、家賃、引っ越し費用について1世帯あたり20万円を上限とする結婚新生活応援事業補助金を新たに創設をします。次に活力を生み出すにぎわいづくり戦略についてです。長期化するコロナ禍の影響で厳しい状況に置かれている中小企業や小規模事業者の支援を最優先に、本市の特色を生かした稼げる仕組みを作り出すとともに、魅力ある観光資源の活用による活力とにぎわいのあるまちづくりに取り組みます。まず活力を生み出す仕事づくりプロジェクトとして、市内中小企業等の廃業を防ぎ、安定的な雇用の場を確保するため、新たに中小企業事業承継支援事業に取り組みます。次に9ページをご覧ください。強みを生かした稼げる産業振興として、本市の特産品の商品化や地域商社の設立に向け、専門家や民間事業者との連携により、商品開発支援事業や稼げる地場産品プロジェクト推進事業に取り組んでまいります。次に10ページをご覧ください。新たな人が集まる魅力づくりプロジェクトとして、コロナ禍において注目され、これまでの実証実験や施設整備で高い評価を得ているワーケーション推進事業を引き続き展開するとともに、ヒュー単価を活用したプロモーションによる情報発信や各種サーフィン大会の開催などにより、旅行者の呼び戻しと関係交流人口の拡大を図りながら、リラックスサーフタウンヒューガの実現を目指します。また奥良ヶ浜総合公園整備事業については、にぎわいの創出や経済回復の取り組みとして、いただいた寄付金を活用しながら、老朽化した野球場の改修に向けた実施設計に着手し、市民の機運醸成や関係団体との連携により、積極的にスポーツキャンプの誘致を推進していきます。次に11ページをご覧ください。笑顔で暮らせる地域共生の社会づくり戦略です。少子高齢化の急速な進行に伴い、福祉・介護サービス等の需要の増大や貧困問題など新たな社会問題への対応が求められる中、住み慣れた地域において笑顔で生き生きと暮らし続けられるよう、あらゆる世代の誰もが地域社会で支え合えるまちづくりに取り組みます。まず住み慣れた地域で暮らせる社会づくりプロジェクトとして、令和5年度からの運用に向けて、消防署統合文献所に配備する救急自動車を購入します。また統合診療所整備事業において引き続き実施設計を進めるとともに、新しい施設の診療でも使用する電子カルテシステム等を導入します。次に笑顔で暮らせるスポーツ健康増進プロジェクトとして、現在策定を進めている日向市総合体育館整備基本計画に基づき、設計施工の一括発注に向けた要求推進書の作成などに取り組みます。次に12ページです。新型コロナウイルスワクチン接種事業については、
18歳以上の3回目接種をはじめ、円滑な実施が求められますので、引き続き医療機関との連携により、個別接種や市役所での集団接種により、感染拡大防止に努めます。次に、共に支え合う地域づくりプロジェクトとして、介護、障害、子ども、子育て、生活困窮などに対する相談事業や、地域づくり事業を一体的に実施する重層的支援体制整備事業を推進します。また、市内において犯罪等による被害を受けた方々や、その ご家族の生活を支援するため、新たに犯罪被害者等支援事業として、遺族支援金による支援や、転居費用の助成を行います。次に13ページをご覧ください。自然豊かで快適な強いまちづくり戦略についてです。誰もが安心して暮らせる強いまちづくりを進めるため、自然災害に強いまちづくりや、災害対応力の強化を図るとともに、人口減少社会を見据えた利便性の高いコンパクトなまちづくりに取り組みます。まず、助け合う災害に強いまちづくりプロジェクトとして、ブルーシー&グリーンランド財団の支援により、油圧ショベルやスライドダンプなどの重機の導入や、防災倉庫の整備を進めるとともに、地震・津波防災施設整備事業において、王冠避難タワーと歩道橋をつなぐ避難路の整備を進めます。次に14ページです。公共施設マネジメントの取り組みとして、公共施設老朽化対策事業において、旧岩脇中学校校舎の解体を行うほか、耐震性に課題のある統合体育館などの耐震化に取り組みます。また、自然災害対策としましては、新たに日向市屋根耐風診断、改修促進事業を創設し、市内の住宅や建築物の耐風性能診断や改修に必要な費用の一部を助成します。次に15ページをご覧ください。便利で住みやすいまちづくりプロジェクトとして、ICT の利活用による地域課題の解決や質の高い住民サービスの提供による効率的・効果的な行政経営を推進するため、ICT 調達に対する支援のための業務委託や、RPA システムシナリオ作成の拡充に取り組みます。また、在庫地並み土地区画整理事業や、駅周辺土地区画整理事業については、市内経済への波及効果もあることから、早期完成に向けて、必要な予算を確保し、事業進捗を図っていきます。次に16ページをご覧ください。自然が残る美しいまちづくりプロジェクトとして、適切な管理が行われていない空き家が、地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、大執行による空き家の除却や、補助金による空き家の除却への支援に取り組みます。また、その他の事業として、令和4年度に取り組む新型コロナウイルス感染症対策のための事業を掲載していますので、後ほどご確認ください。全国的に新型コロナウイルスの変異株であるオミクロン株が猛威を振るう中、本県のまん延防止等重点措置の期間が延長されるなど、いまだ収束が見通せない状況です。本市としては、ワクチン接種をはじめ、市民の命と健康を守る感染予防対策を最優先に取り組みながら、地域経済の回復にもしっかりと取り組んでいきますので、市民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げます。以上、当初予算の主な事業について、4つの重点戦略に沿った新規拡充事業を中心に説明しましたが、
その他については資料を参照いただきたいと思います。資料が変わります。発表事項2、馬ヶ瀬スケルトン突き出し展望スペースの愛称募集についてです。本市では今後の旅行需要の回復を見据え、観光誘客の再起を図るべく、現在人気観光スポットの一つである馬ヶ瀬展望施設を改修し、強化ガラス等を使用した突き出し展望スペースを設置する工事を本年3月25日に完成、4月上旬の供用開始を目指して工事を進めているところです。完成後は新たな屋外誘客施設としてさらなる魅力を創出し、国内でも類を見ないスリリングな絶景スポットとして国内外へ向け情報発信することとしていますが、この度観光客や地域の皆さんに愛されるような観光施設を目指してたくさんの人たちに親しまれ、実際に行ってみたくなるような施設の愛称を募集することとしました。詳細については発表資料の通りであり、後ほど担当部長から説明をさせますが、ぜひ多くの皆さんに馬ヶ瀬の断崖を国内外にアピールできるような愛称をご応募いただきたいと考えておりますので、広く周知いただければ幸いでだと考えております。なお工事期間中は馬ヶ瀬遊歩道は全面通行止めとしていますが、同所の日向岬太島灯台へは馬ヶ瀬観光案内所トイレ右横の遊歩道から通常通り通行可能となっておりますので、合わせて周知方をお願いをいたします。発表事項は以上となります。続いて報告事項が2件です。まず日向サンパーク遊具広場ドッグラン竣工式についてです。資料3をご覧ください。すでに発表していますが、日向サンパーク内に整備を進めていました大型複合遊具やドッグラン等が竣工の運びとなり、明日竣工式を挙行しますのでお知らせするものであります。コロナ禍により外出機会が制限される中、子どもたちの遊び場や憩いの場を創出するため新たな屋外施設として整備したものです。詳細については2ページ以降となります。遊具広場のリニューアルについては、ユニバーサルデザインを取り入れるなど、車椅子を利用される方のほか、乳幼児から高齢者まで誰もが安全に安心してご利用いただけるよう配慮したところです。現在遊具広場については一部供用を開始していますが、明日がグランドオープンとなり、またドッグランについては3月19日の供用開始を予定しており、明日はお披露目のみとなります。新型コロナウイルス感染症の感染防止に留意しつつ、ぜひご来場いただきたいと考えております。最後に新型コロナのワクチン接種について報告をします。本市では新型コロナワクチン追加3回目接種について、高齢者への前倒し接種を推進するため、今月26日27日に大規模接種を実施します。2日間で約1700人の接種を予定しており、予約枠はすでにいっぱいとなっているところであります。大規模接種につきましては本庁舎1階で行いたいと考えております。今後につきましても医師会をはじめとする関係機関等との協力を図りながら、
追加接種の体制構築に尽力してまいります。最後となりますが、2月以降の追加接種ワクチンについては、ファイザー社ワクチンと比較してモデルナ社ワクチンの供給量が多くなる見込みであります。モデルナ社ワクチンは副反応もファイザー社ワクチンとおおむね同様であり、安全で効果も高いと報告をされています。市民の皆様には安心してモデルナ社ワクチンの接種予約をお願いをいたします。また5歳以上15歳以下の小児へのコロナワクチン接種についてですが、国は1月21日に5歳以上11歳以下の小児に接種できるファイザー社コロナワクチンについて薬事承認を行いました。本市においても3月中旬より接種希望者に対しコロナワクチン接種ができるよう準備を進めています。まずは難病や基礎疾患のある小児の方で接種を希望する方から接種を進めていきたいと考えています。私からは以上であります。担当部長より追加で説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。今の説明の中で、また5歳以上11歳以下というところを5歳以上15歳以下と言ったということでありますので、正しくは5歳以上11歳以下の小児へのコロナワクチン接種についてということで訂正をお願いしたいというふうに思います。